通常の丈夫で健康そうなプーチン大統領が映っていました。医療的問題を抱えているという目立った様子は見られませんでした。ロシアの大統領からの典型的な挑発的な言動ということで、プーチン大統領がゴシップのない生活はつまらないと言ったと伝えられていますが、これは自分の居場所についてのゴシップに対して言及したということですね。 A、ええ、ここ1週間余り公の場から突然姿を消したことは奇妙でした彼は通常、至る所で姿が見られる人ですから国営のニュースチャンネルや他のニュースチャンネルでも毎日、至る所でプーチン大統領の姿を見かけますそれが突然静かになったので一体何が起きたのかと人々は不思議に思ったのです。 プーチン大統領は重要な会合を取りやめました事実、体調不良だと伝えたのはカザフスタンの大統領の報道官でしたがそこからうわさがうわさを呼び時間がたつにつれて大きくなりインターネット上でとんでもない憶測を呼ぶほど極端にうわさが過熱したわけですが本人が姿を現したので事態は沈静化したようです。 ただ、なぜ姿を見せなくなったのか一体何事だったのかについては何も説明がありません。これらの映像ですが最近のものだと想定しているわけですがキルギスタンの大統領と元気そうですね。もちろん今日はクリミアがロシア領になって1年という大事な日ですしどうして音沙汰がなかったのかメディアでの自分の見え方を正確にそして熱心に管理している彼からとにかく何も情報が出されていないのですから。 推測するのは難しいですね。 ええ、本当のところどうなのか知るのは難しいです。ペスコフ報道官は、ロシアや世界中の報道陣から、一体どうなっているのかと質問攻めに遭いました、そのたびにプーチン大統領に問題はない、大統領はすこぶる健康で、すべては順調で公務を行っていると答えるばかりで、なぜ姿を見せないのか、一体どうなっているのかについては語られていません。ですから、少なくともそれについては依然、皆目検討がつかない状態です。 Age at least.